そう、シダの時に見れなかった演出が結構見れてますね、楽しい。あのクマの演出とか出なかったですよ ね、シダの時。あー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 来た来た、師匠祈ってです。わーい、さすが師匠師匠じゃないですよ。流れじゃないですか。 OK です、少々期待できます。うん、もうちょっとください。あ、いいねいいね、そう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 、戦いの後大事なチャンスやったよ今。えここからここから。ない。嫌な予感しかしない。あ、来た。震えてます。あーよしよし。ありがとうございます。さあ50パー通せるか。50パー通したい。やっぱ上位ラッシュ全然継続率ね違いますからね。違いますよね。60パーと81パーなんで。もう安心で、もうほら。何？何何？おお。キンキラキン。当たる？当たらない？はい、もうこっちでしょ。えどういうことですか？あ、選べるんだ。選べるんだ。当たらないにしてたらどうなってた？当たらないにしてたらいいなってなるんですか？それもちょっと見てみたかったな。あ、今ちょっと原作っぽい演出で良かったですね。本当そうですね。あの、ああいう吹き出しのやつありますからね、作中にも。助ける助けないみたいな。そう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 。キャー、 50% を今取れてるのかどうなのかそう分かってないんですけど、まあ、あるとしたら最終ラウンドですかね。なさそう。なさそうですね。 50% 取れない。おー震えました。おい、これもう今度こそ 50% を。もちろん。あれ来るよね。いや来るじゃないですか、震えてるってこと。よかった。おーすごいの、すごいの拳で出してきましたね。劇場か。7。おー7点。少々期待できますはマストなんですかね。マストなんですかね。でもありそうですか、すげえ期待できるとかも。ありそう。あ、いいシーン。すごい鳥肌止まらない。いや、いいですよね。やっぱこのシーンがあったから、はい、後々もつなげるためにあるじゃないですか。です、ね、ここから本当最終回までが本当に長いけど、長い、めちゃめちゃ長いですよ。ありがとうございます。あ、もう泣きパチンコ、これ泣きパチン。7ってことは上位ラッシュ入る、行きそうですよね。ね、あ、はい、よし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 、行ったんじゃないですか。気持ちいい。いや、何よりですよ。あ、来ましたね、来ましたね、上位ラッシュです、はい、いや、素晴らしいですよ。よかった。僕もちょっと隣でいろいろ勉強できてありがたいです。師
師匠も早く早くこっちにいらしてください。師匠はもう多分確率分ぐらい回さないとあの力出てこないタイプなんで。確率分、はい。おあざます。今日の収録早く終わっちゃうな。おーびっくりした。おー多分即当たりなのでちょっとびっくりしますね。はい、そうですね。はい、あ、これが緑まで一応上がりましたが、おー、この上位に行くときに3000くれるっていうのが太っ腹すぎませんか。いやもうそれはもう本当に上位ラッシュ行かせてくれる上に3000発くれるってどういうこと。いやもう嬉しいの同期当選みたいなところありますよね、うん、本当にすごい。さすが三強さん、さすが三強さん。あ、急にお仕事ください。そういうことですね。はい、今からお、あそこ渡りです。いや来ましたね。こっからめちゃくちゃ早いですかね。早いですね。はい、やっぱユニコーンも、はい、あの覚醒ハイパーに入った時、はいはい、こんな感じでもボン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 当たっていくんですけど、これがやっぱ気持ちいいですね。はい、再び超からくりラッシュです。お、緑、あ、ありがとう。赤ライオンです。もちろん震えております。はいはい、ありがとう。いい流れですね。いや素晴らしい。師匠がなくなりましょう。2枚目に、2枚目突入です。でも私自分の番組で、はい、あんまり出ないんですよパチンコ。あ、そうなんですか。嵐さんとやってる時は、はい、結構なんかいい流れになるんですけど、まあ、あの組み合わせ相性理論ありますからね。うん、はい、オカルトですけどいただいてるのが多いと思います。いやいやいや全然全然、あの僕が一人で打ったってこうはならないんで、あの僕のパワーがもし対応してるんだとしたらそれはすごく良かったことです、うん、ありがとうございます。その代わり師匠はクソハマるかもしれないんですけど。大丈夫です、1000ぐらいまでは想定してるんで。はい、メンタルが違いすぎて、すごい。あの心の準備は一応してます常に。すごいなぁ、まあ、3倍ハマりなんて日常生活のおいて僕はザラだと思ってるんで。まあでも普通にありえますもんね。そうなんですよ、確率的に。いやあと50回、あーどうしよう、 どっかで休ませるか。お、来た来た来た、おお、どうだった。虹気持ちいい、素晴らしいですね。やっぱ早いな、早いですね。はい、そこまで行くと本当早いですね。早いです。このスピードでやっぱ1500発がループするわけですからね。うん、そのやっぱスロットではちょっと難しいんですけど、パチンコとか本当に9時とかに行って、はい、夜、はいはいはい、全然楽しむことができるんですよね。まあそうですね、一回当てて通しちゃえば。はい、私その癖が多分ついてて、はい、スロットも全然夜から打ち始めるんですけど、はい、本当は良くないなって思いながら、まあ、夜って言っても7時とか、うん、まあ、8時ぐらいまでだとあれですよね、うん、7時とかだとやっぱ通常時消化して、はい、ね、取り切れないとかはやっぱもったいなすぎるんで、うん、もったいないですよね、はい、1万発オーバーですよ。いやすごい、もう1万発いったんですか。早いですよね、めちゃくちゃ早い、早い、あっという間だな。おお、来ました、気持ちいい。いやいや素晴らしい、あざます。1万2000発弱ぐらいですね今。お、休ませに行きましたね。残り19回です。デモ画面出したんで。あ、デモ戻し作戦ですね。デモ画面出したらもういけますよ。なるほど、いくか。あ、やばいやばいやばい、はい、やばい、あと4回。お願いお願い、見つけて見つけて見つけて、見つかんない、お金見つかんない。来ちゃった、
インが来ちゃった。すごい、この全部ライオンさんおとなしそう確かにおとなしそうなライオンですね。暴れていいんだぜ、くぐってもええんやで。ダメかい、ダメかい。ああ、ああ、ああ、トラクリ先生でございます。いや、1万発ですよ。でもいや、1万2000発じゃんかよ。素晴らしい、ありがとうございます。いや、ナイスアタックですよ。ナイスアタック。2人ともまだあの背中合わせの、そうですね、背中を守るもの予告は出てないですね。あれ出ると、まあ期待とか 50% 超えてくるっていう、うんうん、ちょっとやっぱ期待はしちゃいますね。そうですね。まああの私それどころか紫王竜とかも出てないんで私なんだったらあの強めのリーチすら言ってないとか、僕今のところ多分声だけの出演になってると思うんですよ本当に師匠、ほとんど僕の台は多分カメラに収められてないと思うんで変えてくれるのかい。あ、ゾノハ発症しました。白黒になってますね。なってますね。緑保留。あ、電気が上がりました。いいぞいいぞ、やっぱ振ってますよ。さあ振ってこう紫。おっと、おこれは背中守るものいきますかね。行くんじゃないか。あ、そうですね、はい、うんうんうん、よし出せた。いいですね、いい流れです。いい流れがまた80回転ぐらいですね。さっきも80回転ぐらいで当たってましたもんね。そうですね。お前、あ、いい、いや、いいっすね、このシーンは。本当に本名明かさないのがまた、うん、お、最終決戦、はい、閉幕 SP2 個あるうちの、はい、悪魔と悪魔とこの2つが強いんですよね、閉幕 SP と。なるほど。あ、プロポーズ前の戦いのと、これ、あ、はい、赤テロップです。いや、これは欲しいな。これが欲しいですね。はい、あとは震えればってとこですか。どうだろう、うーん、足りないのかな。あ、やっぱりお前か足りなかった。あっ、おお、足りてたんですね。足りてたよ、初めて見た。確かに。さあさあさあ、僕も一応金のテープ待って。 ありがとうございます。いや、素晴らしいですね。だからまあレバブルカスタムしててもあそこまで強ければ、うん、まあ、大丈夫でしょうと。もう激アカも絡んでるし、うんうん、あとはまあ、背中を守るものも絡んでましたからね。強いリーチに行ってで7揃いなのであれ行きます、ラッシュ、はい、ラッシュ入ります。素晴らしい、スイレイゼイ。やっぱあのシダで 25% を先に消化してたのが生きてますね、完全に。あれがやっぱ生きてますね。生きてます、生きてます。89回転です。いや、早い早い。ちょっと今日乗ってますよ、道。あ、僕もちょっと元気になってきましたからそろそろ追いつきますよ。よかった、この37回生かしたい。スルーやめてくれ、スルーやめてくれスルーはやめてくれ。いやいやいや、うーん、あー、いいと思います。なんか横、なんか良さそうだけど。
良さそう、良さそうだけどダメだった。良さそうだけどダメだった。あと6回、あと5回。いい音したんだけどな。まあまあまあこういうこともあるからこそ。やだ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 。ダダっ子がいる。あ、はいはい。まあ、こういうケースもあるからこそあの81パーループのスピード感も生まれてくるわけです。あれ、うむ。ザンホリューですねこれ。ザンホリュー。ザンホリューですね。で、ま、ここ、ま、多分多分転換した時点で結構え、どうですかどうですか。おお、ちょっと待って、あるかもあるかもあるかも、あるかもしれないですね本当に。なるみくん、なるみ、何か白金か欲しかったけど、そうですね、3人だったらもうラッシュの子、はい、あー弱いかな。なんかでもザンホリューでなんかね、テンパイしてとかなると熱いみたいな、はい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 、ないのかしら。ワンのちゃんあるぞ、ワンのちゃん、ワンのチャンスくださいよ。ワンのチャンスってことですね。はい。このワンチャンスをモチのロンみたいな言い方をする人が初めてあったんですけど。モチのロン。戻させて戻させてラッシュに。うーん、おお、やっぱそうなんだ。ガンホリューで。ガンホリューはやっぱ強いんですね。来てたんですね。なるほど。いやー食べといてよかったガンホリュー。いや皆さんも絶対食べてください。いやすごいすごいすごい、おお引き戻しました。いやいやいや、ギリギリ38点で当ててる、はい、いやいやこれはやっぱすごいですよ。あのいろんな展開見れてますんで、わー復活もね先ほど見れましたし、はい、あらあら今日はやりますよ。いや今日すごいすごい、多分いろんなものの相性が良くて今日、はい、多分苗も良くて店も相性良くて、はい、で隣に嵐さんがいるから全部吸い取ってて、ちょっとあの嵐パワースポット説ちょっと広げといてもらっていいですか。それあるかもしれないですね。僕はあの自分で言うのもなんですけど、うん、共演者はすげえ勝つんですよ。あ、だから僕はあの乗り食い王って呼ばれてるんで。あ、なるほどなるほど、はい、あの松本バッチっていう方がいるんですけど、はい、その松本さんがいや嵐さんがパワースポットなんじゃないかっていう、うん、説があるみたいな。なるほど。パワースポットご自身はそんなにあれだけど、まあでもあれですよ、確かに、はい、共演者の引きは強くなるんですけど、うん、共演者さんは僕にお金を吸い取られるっていうあの相互関係が生まれてるんで果たして本当にパワースポットなのかどうかって言われるとちょっと疑問は残りますけど、確かに怪しいところは、はい、まあ、これで 50% は取れなかったということですね。ということでしょうね、おそらく。あ、来ました。おい。うわお。あそこで 50% の方の当たり取ったらもちろんあそこから超からくりいくってことですもんね。そうですね、はい、きっと。くぐつ、赤い。もう震えたんで。もう師匠が青保留ごときじゃもう何も。いやもう私もさすがに。素人とはいえもう純情な感情はちょっと青ホリューには持てなくなってきてるんで、最近あのパチンコ機会も増えましたから昔の方だったらよーし青青青って言ってたんですけど、さすがにあの多分全カットされてるだろうなっていうことに最近気づきまして、すごい、わーい、さあ 50% 取れているか。まあ2回に1回って考えたら、うん、そうですね、今回はプチュンのターンですから、いや取れてるとええんですが、からのからのからの、あー取れてないのかな。あーここですか。いやちゃんと追っていきますね。はい、まあでも割と上位ラッシュは入りやすいですよね、まあ、その 50% で取れると、カラクリラッシュで当たり引ければ2分の1ですから、カラクリラッシュで当たりを、まあ、ループする可能性が 60% って考えると、まあ、同じぐらいの当たりを引くことも、はい、上位に入れることも、うん、まあ、同じくらいっちゃ同じくらいの難易度なんで、結構でも上位ラッシュに行くのが難しい台が結構ある中で、はい、まあ、体感やっぱ入りやすいなっていう印象ですかね。
かなり入りやすい方じゃないですか。それで、まあ、結構パンチ力もあるんで、うん、割とやっぱ当たりの 10% で入るっていう台とかも結構あったんですけど、ああ、そこ当たりでありがとうございます。 50% は太っ腹だし。元気ね、朝からありがとう。いや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 、そろそろ僕の台もそろそろですね、はい、あの319回転超えたら本領発揮してくるので超えてからが勝負です、ね、はい、あの僕はあのオフ手してからが勝負、 ある程度通ししてからじゃないと肩温まんないタイプなんで、パッツも通して、うん、よし、こっからだ。ここでまずこっからだぜ。はい、フランシーヌ様見てみたいな。確かにさっきから全然来てくれない。おい、触れた。はい、ありがとうございます。この動画は三強さんに褒められるんでは仕事増えるかもしれないですよ。増えるかも。 OK、 もう7500発戻ってまいりました。おい、赤いライオンさんです。震えてるんですか。震えてますね。あ、お母さん、師匠、はい、楽しいっす。いや、もう見てても楽しいぐらいですから別に僕もあの楽しくなくはないですからね。楽しくない、あの誤解を招かず言っておきますと、通常時もね、もちろん楽しいです、はい、僕はあの普段パチンコばっか打ってるじゃないですか。はい、だからこのパチンコのこのまったりした時間って、うん、何ですか、その仕事中だからこんな発言するのもあれかもしれないですけど、休憩してる感じがするんですよ、すごい。あー、でも分かります。脳がなんか結構リラックスするんですよ、はい、休まってる。そうなんですよ。だから、うん、あの癒されてる時間なんですね、うんうん。だからまあまあまあ、あのこっからちゃんと当たりも引きますけど、うん、今は今でなんか、あ、いいな、やっぱパチンコあって俺僕はちょっと思ってる。おー、はい、なんか逆に私ずっとそのパチンコ打っててスロット打った時に、はい、すごいやっぱ常に忙しいじゃないですか、まあそうですね、その手を動かして、はい、コイン入れて、なんかそれがその考える時間がなくて、はい、すごい良かったです。あー、逆にね、没頭できるっていう意味で。あー、なるほどなるほどなるほど。おー、全然当たりますよ。さっきも震えずに初当たり引いたじゃないですか。そうです、あれは成功率でいうとなんとどんぐらいなんですかね、 7,8 割ぐらいなんですかね。ねえ、大当たり時の見逃していたのか震えていなかったのか。はい、まあでも震えたら振動で気づきそうですよね。うん、あ、再び1万発オーバー。いやー、すごい、2打数2安打で万発オーバーはすごいんじゃないですか。やった。あ、2万円なくなりましたどんどんいっちゃってください。いやいやいや、大丈夫、ちゃんと取り返しますから。師匠、お遊びはこれまでだ。お遊びはこれまで雑魚みたいなこと言ってだだだだだだ。でもさっきもこの保留、ね、何もなかったんですけど、はい、残保留で、うん、サーカスの有名人何もない。いやー、でもはーい、これで2連続で1万発を超えるっていう、うんうん、まあ、ある意味いい結果と2万発を超えるっていう宿題を両方残すってい こう両立ができたんで、はい、やったー。前半戦としてはもう最高の展開じゃないですか、ね、で僕はあの初当たりを引くっていう宿題が残ってますんで大きな師匠激アツなサーカスって書いてある。え、黒板に。あ、本当だ、来た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 、激アツなサーカス、すごい激アツなんですかね。激アツじゃないですか。熱意するでしょう。してエレオノールが書いてくれましたから。おお、
だって自分の名前つろがねって書くエレオノールがギガツって綺麗な漢字書いてくれてますからこれはもう背中守る守り熱っよし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 師匠来ましたね。これ震えてるってこと、これ今これに対応してる多分震えなのか、そういうことですよね、わかんないですよね。そうなんですよ、まあ、一応震えてると信じよう、信じましょう。お前を大当たりにしてやるけど悪魔だ、悪魔がいる、悪魔と悪魔。よし頼む、これはまず頼むわ。十分です、十分でしょう。あの黒板の激アツもある意味激アツから、はい、いいですね、テロップも赤になって激アツからと同じ扱いかもしれないですよね。激アツが激赤からと同じ扱いかもしれないですよね、うんうん、これは外したくないな、これは外したくないですね。今日初めてフルスイング、フルスイング激アツって書いてある、プチュンプチュン、おいやりました。さすがです、来ました来ました、一瞬のチャンスものにしましたよ、来ましたよ。いや復活テンション上がりますね、テンション上がりますね、来た来た来た、よし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 、おラッシュ来ました、生ぞろい、やったー、わー、ありがとうございます、やったー。よーし、じゃあすいません、2万発僕が出しちゃってもいいですか。お願いしますよ。君は一つだけ間違えている、俺が今から開幕するのは超カラクリイラストだ。かっこいい、かっこいいんですか今の。ただの中二病のおじさんだと思うんですけど。あ、ひろまきさん、ひろまきさん、これはもう、これは、よし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 、一発で通す。少々じゃないな。あ、赤い。おい、なる優勢、負けねえ、青文字、なるみ優勢、青文字、これまたなるみ優勢ってことだよね、緑、ありがとうございます、ありがとうございます、わあ、おめでとうございます。いや、よかった、いやこれで、かけれなくてよかった、入ってるといいですね。いや本当ですよ。さあこの後でしょ、この後あのヒーローさんは間違えたことは言ってなかったみたいですね、うん、やったろじゃないか、おおお、劇場、お、同じ演出ですね、さっきとちょっと展開が、あ、過去赤文字、いいですね、はいはいはい、今のところ同じ展開、うん、同じ展開からの緑、2回目から緑、いけるいけるいける、さっき青緑で勝ってるから、おりゃおりゃおりゃ、あ、緑、青緑緑いってくれ、どうでしょう、あ、すごい、普通のライオンでしたけどね、普通のライオンでした、すごい、よし、こんなね50番2連続で外してるようじゃもう引退ですよ、パスライターお願いします、僕もやりたいな、超カラクリ出してやりたい、2分の1でしょ、やらせ、はいはい、ポンポン、
しい。おお、なんだね。なんか、あれ、このベルちゃんだ。このベルがマサルを釣り上げれば大当たり。初めて見た。100m 遠いな。もっと近いように見えたか。もっと近いように見えたんだか。あ、だだ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 だ。どうす。さすが。よしよしよし。さすがです。いやいや、もう超カラクリダッシュとかいらないっすわ。はい、こっちで。こっちでやりますわ、俺はもう。いや、天才ですね。消えろ。消えてくれ。頼む。もういいだろ。三度目の正直。三度目の。三度目。二度あることは三度ある。なんで？もう一回。もう一回。なんだなんだ。俺のツンデレのツンの発言だぞ今のは。本当出れたかったんだぞ。伊藤さん。あ、来た。ひろ。行け。さあ。赤。まあ、レインボー。レインボーだからこれはラッシュじゃないですか。よし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 。私なんですかね。レインボーは確かなんかラッシュ絡みだった気がする。あ、本当ですか。はい。やっと史上最悪してる。こんな師匠初めて見た。人間の伝統は心の姿勢だって書いてありますから。さあ。ありがとうございます。からの。はい、師匠は念願のプチンを。はい。おっと。はい。はい。はい。気持ちいい。よし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 。もうすでに7500持ってる状態から超からくり入りますから。うわ、いいですね、やっぱ。いや、もうこれは2万いきますよ、俺もマジで。強い。あ、まあ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 、まあ、早い分には全然いいですよ。じゃあ行ってみます。行ってらっしゃいませ。おー、すごい回転。すごい来ましたね。45分の1、1回転で。いや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 、天才です。いやいや、そんなことないでしょ。パチンコの天才。そう、天才です。運命ハテナでマサルとこのビールが。これホリレンあるとこじゃない。そうですね。だから1回転で引いた後もう一発引とってますよ皆さん。え、怖い。すごい引いた。嵐さんの時代です。いやいやいや、やばいっすね。それ当たっちゃった。シダの時ありましたっけ。いや、シダの時あったかな。さあ、アンジェリーナの祝福を受けていただきました。ちょっとですね、嵐さんに興奮したのか、私髪のゴムがパーンって切れまして。え、そんなことあるんですか。それあの俗に言う不吉なやつですけどね。はい、あのよく時代劇とかであの武士が結んでる紐をパーンって切れて、はい、不吉って言ってるイメージありますけど。怖い。あー、父さん、パオーン、パオーン聞こえましたよ。父さん、あー、かっこいい。ありがとうございます。ライオンさんは好きです。でもゾウさんはもっと好きです。もっと好きです。多分私の紙ゴムが、はい、ハズレを1回消化したんです。いや、本当助かりました。マジでありがとうございます。いや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 、本当に今間を取れたことが俺は良かったと思ってるんで。あー、はい。あ、マジゴムになってる。おい、仮面つかんだ。あ、劇場。劇場。あ、舞台青。ああ、いい先生、青文字何か書いてる。青緑緑。いい先生、いい先生。わー、師匠絶好調。いや、来ましたね。来ました、時代が。いや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 、すごいな。いや、なんか上位ラッシュのいいところをすごい。いや、味わってますね。
スンって揃うパターンと円錐で揃うパターンの両方向味わいのいいですね。2万発見えてきてます。見えてきますね。いや1万これで6000ぐらいいくのか。1万5000ですね。ちょうど今変わらずショータイム NO ショータイム。おいと思ったらレインボー急にうわすごすぎる。とんでもないパワーを体感しております。あ、玉表示がレインボーになりました。安心りましたね。安心したまえって言ってましたよ。安心したまえ、安心したまえ、安心したまえっていうのはどういう発言だい。え、おい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 騙された。おい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 、遺恨が残ったぞ今のは。それか、ザンホがなんかザンホがあるか。え、あれ緑に変わったの何だったんだろう。安心したまえみたいなこと言ってましたよね。安心させて何も起きない、何も起きない。あいつおー待ってろよ、今また会いに行くからな。でも16000、16000発わーすごい出ました。一気に復活しました。いや地球に帰ってまいりました。帰りなさいませ。これも楽ですけど、あの積むの気持ちいいですよね。まあ確かに積むとより出たなっていう体感は湧いてくるんですけど、まあ今後はやっぱりスマートパチンコ、スマートパチスロも出てきますから、数字でこう出玉を体感する時代が来ますね。なるほど、はい、楽しみですね。でもスマートパチンコ、まあ、めちゃくちゃ楽だと思いますよ。打ってる方も、うん、店員さんも、店員さんもそうですし、あと細かいことで言うと、はい、今までパチンコだったりパチスロってやっぱコインこぼしたり、うん、玉こぼしたりって当たり前のようにあったじゃないですか、あれがなくなるんで。あー、はい、そっかそっか。多分人生で落としたコインの枚数数えたらとんでもないことになると思うんで。そうですよね、はい、そういう損がなくなるっていうのはある種人にとってはありがたいことなのかなって、うん、俺もなんかせっかくですカスタム入れてみようかな。いいですね。レバブルは行きないと。 V フラッシュってどこが V フラッシュなの。画面全じゃあそれやってみましょうかね、はい、V フラッシュアップ。あれ V フラッシュアップ通常時先読みチャンス、じゃあそれも入れてみましょう。 V フラッシュと通常時先読みチャンスをちょっとオンにしてやってみます。決定、はい、僕だからすごい天の弱キックなんで、そのレバブルが代名詞って言われるとレバブルは入れたくないってなっちゃうんですよ、そうですか、はい、そのちょっとなんかへそばかりなんで、うん、あでも気持ちは分かります、はい、だからパチンコパチスロ台とかでも特にパチスロはそうなんですけど、うん、はい、あの流行っちゃった台ってあんま打たなくなっちゃったりするんですよね。みんなが打つ台じゃないのを打ちたくなっちゃうっていうか。あそれは天の弱だ。天の弱なんですよ。であの基本パチスロってやっぱ流行ってる台の方が絶対入るんで、だから勝てないんですよ。ああなるほど、まあ、もちろんその中でも打つ台もありますけどね。例えば番長とかは打ったりとかするんですけど、震えた来たえ、来た、あー来ちゃった。ちょっと見てて羨ましいと思ってるんですね。そのこれさえ出りゃみたいなのが出たらもう安心してその後の展開見守れるっていうのは羨ましいなと思いますけど。白黒の第3幕、おい目覚ましよう。え、震えてたよ。まあ震えてましたよ。まあ我々には判断できないですけど、ああよかったって言ってから震えたんですよ。激赤柄も出て、いやもう大丈夫ですよ、さすがに大丈夫ですかね。不安になってきちゃった。赤タイトル、金タイトルとか見てみたいな。はいはいはい、そうですね、確かに。え、なんかちょっと不安になってきた。大丈夫ですよ。え、震え、ああ、怖い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 。
環境さん大好き。おしよしよし、すごい、さすがのレバブルト。さあ、あとはまずは 75% の入り口。でも7じゃないな、必勝祈っても出なかったな。ああ、そっか。でも今まであのやってないんですよ、チャレンジを。はいはいはい、はい、なので、まあ確かにそうですね、全員集合とかさせますからの、うん、変わらない。フィーバーからくりチャレンジしましょう、全員集合させましょう。アシャナルシール、ジョージ、はい、ミーショ、ギー、はい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 、あと一人、マサル、マッサー、おいさすが75パーですね。さすがですね、やっぱ突入率がね、大きい。いやー、3打数3安打、優秀でしょ、とはいえ、75パーで。ありがとうございます。行ってきます。37回、頑張ってください。そうはあ、いやでもこっからですよ、こっから。あと4回。あ、あれ、まただ、またこのパターン。ペッパーしたらですかね、これ発生した時点で。いや、発生した時点でやっぱ強いじゃないですか。あ、え、入ったかも。またですよ。え、信じたいけど、あー、やっぱ発展しないとダメなんですね、うん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 、なるほど。煽りは来てくれるってことか。じゃあそうか、やっぱ俺ハンドルを持ちなんてないからか、右手がめっちゃ疲れちゃいますね。あ、師匠、肘置き。あー、なるほど。あ、こんな楽なんだ。あら師匠、いや肘置きとかあんまパズル使ったことないんで。あ、そっか。え、お、めっちゃ楽ですね。全然違いますよ。あ、もっと最初に気づけばよかった。なるほど。なんかもう逆にこの肘置きとかここについてる時もあるんですけど、はい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 、慣れちゃってないとやっぱしんどいですね。あ、俺もあの、うん、腕の重みを全部ここで支えてたんで。そうですよね。うわっつって、いや、パチンコ打つ人みんな大変だなと思ってて。うん、あ、掘り変化した。あ、いいですね、いいですね、いいですね、天才です。よしよしよし、まあ青でも普通に強いですもんね。全然あります。オッケーオッケー。まあ変わってほしいとこかな。レバブルとかしました？いや、レバブルはまだしてないですね。ワク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 、続撃、続撃もさ、あ、そっか、これに反応してますね。ですかね。でもまあまあ連続予告だから違うんですね。あ、来た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 来ました、カミングですね。熱演、熱演、紫、青から紫に変わって、クマちゃん飛んでる中、ね、時が止まりましたね。あ、ギー先生、はいはいはい、すごい、軽いね。マサルちゃん、隠れ8。8。8はいいでしょう。第5ですよね。海外5です。8だ、すごい。まず歯車変えて、一回コロンビニ喜ばせてからの、からの緑。緑。歯車緑。おう。ワンコからの直接、紫、じらす、じらしますね。赤い、さっき見た、はい、スーツケース3つ、強い。で、ラスト、おー、ヘイスです。まあ、タイトルも変わるそうだし、
テロップも変わりそうだし、アルルカンも出るでしょうから、全然、あ、ようやく開いた、アルルカン、まあ、テロップ、あ、ハゲババーニー、あーすごい、カットイン、カットイン、発生、赤カットイン、赤カットイン、はい、ドーン、よーい先読み熱いっすね。やっぱ先読み熱いっすね。うん。おお。分解。ありがとうございます。あ、俺やっぱ好きっすわ。あの変わってくれたらこうやって結果出る。はい。自分に合ったモードで。あ、自分に合った。あの普段静かに待つの好きなんで。なんかパチスロでいうとオキスロっていうジャンル、あの本当レバーでチカチカチカってなるやつ好きなんですよ。なるほど。それ以外は本当何もなくてもみたいな、ほぼ確率通りみたいなとこで。いやもうやっぱ俺は319超えてからの男なんで。あ、超えてないギリギリ超えてない。おい、さあ2月2安打達成でございます。おめでとうございます。ちょっとあの素人なんで、またあのちょっと15発減っちゃったんですけどすいません。やります、やります。待って、あらー、サーカス好きの少年、サーカスは好きです。なんかこれ、なんかこれ、うん、梅子作ラスト変動で来ました、来ました。ここまでは行くんですかね。まさま、行け、来い来い来い、マジで来い、マジで来い、マジで来い、いけ、お、あ、今一瞬行ったように言いましたね。一瞬行ったように。アナシさん、絵画とか詳しいですか？絵画、美術館とか行きます？一緒に見えます。でも博識なんで、すごいお好きそう。今日の爪、はい、モネなんですよ。モネ、モネのシールなんですよ。モネって名前は聞いたことありますよ。なんか睡蓮とか、はい、あとオフィリアの絵とか、オフィリア、水にこうこうなってるオフィリアの絵とか、はいはい、印象派ですよね、モネって確か。多分そうです。こう絵画シリーズのネイルシールがあって、はい、モネがすごい好きなんで買ったんですけど、なんかやっぱ女子って爪をきれいにしてテンション上がるのは、パッて見た時にきれいなものがやっぱ爪先にあると、はい、ちょっと頑張ろうってなるんですけど。なるほど。その辺ってやっぱこう男子と女子の感覚の違いですよね。別に男性が優れてるとか女性が優れてるとかじゃなくて、うんうん、やっぱ男子と女子でそのなんか興味あるものだったり好きなもの違うじゃないですか。全然違いますよね。そう、私電車とか車とかにも、うわー、おーい、素晴らしい、まさにモネ印象派。ありがとうございます。パチスロ、パチンコ、カスタムの印象派ですからね、これレバブルは。カスタム印象派、はい、でもレバブルカスタムしてても外したことあります。あ、そうなんですか。まあ 98% とかってことは 2% は外れるわけですよね。そうですね。待ったぜー、あ、緑だ、でも大丈夫だよね、大丈夫だよね。あ、おー、やっぱありがとうございます。すごい、これぞレバブルの底力。これぞです、もう震えた時点 でレバブルが役者となったものは、うん、レバブル出た時大体不安になってるんですよ。そうです。だからそういう演出バランスで当ててくれるところが良くないですか。そうです、そうです、もう全部が、そのレバブル出てるもん当然だよねっていう流れだとドキドキもできないじゃないですか。うんうんうん。だからすごいいい演出バランスだなって改めて思います。424ゲームです。持ち玉残り1万4000発ぐらい。いや、もう12分。え、25取れないよ、25 取らないで。いや、完全告知にしよう。あー、25にしよう。みんな来てくれ。
ょっと重い感じ。ああ、よかった。よかった。ちょっとなんか手こずってる感じありますよね、今回。危ない、25% 一回も取ってないですね。いや、素晴らしい。よかった。4回目の初当たり駆け抜けない、絶対に。そうですね、そろそろ欲しいですね。絶対にもう1回ラッシュに入れる。だいぶ尻すぼんじゃいますから、ここで入んないと。そうなんですよ。開幕、おお、一発目、おお、ぐるった。あ、フランシーズさんも出てくるよ。じゃあ、劇場か。おい、ミドル、安心安心。はい、うん、さあ、あとはプチンするからですね。そうですね、50% 取りたいからの、からのいざドン。あ、ないか。緑、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 おい、おお、大変、初めて見た。これはラッシュも行くんじゃないですか。オアツーですから。オアツーですよ、オアツーございます。しかも大変ですから。大変オアツーございます。だけど、やっぱ少々期待できますよりあったんですね。上が、さすがにあったんですね。ザッス、運命工作。おう、トリンが変わってないですが、うわー、ダメか。あくまでも当たりの期待度ってことですな。あー、へー、37回で引き寄せる、絶対に。よし、緑、あ、赤になった、赤になった、赤になった。でも震えてない。大丈夫でしょう、大丈夫でしょう、大丈夫でしょう。赤ライオンってまあまあどれくらい、いや、どんぐらいだろう、なんでしょうね。忘れ、忘れ、忘れ、もう一個。あ、赤ライオン外したくないな。赤ライオンは外したくないですね。はい、ああ、じゃあ赤にならなくてもよかったじゃん。緑のままでよかったよ。あ、去っていった。お願い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 、分かってる、ね、うい、劇場、おい、赤い舞台、あ、ある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 、あ、あ、飛翔に乗って、飛翔に乗って、お、来た来た来た、ありがとう、来ましたね、超からくり、アンジェリー、わ、飛翔になってこのタイミングでも出るんですね。出るんですね。やっと入りました、本日2回目。いや、素晴らしい、やった。じゃあ本日3回目か。3回目、しかも結構出玉持ってる状態で入りましたからね。そうですね、イエーイ。あ、一応テロップは赤になった。あ、そうか、これあれか。いや、2万発再び行きそうです。いや、素晴らしい、よかった、使った分を。いや、逆にもう1万発切っちゃいそうなんで。あ、本当ですか。はい、なんとかその前に当てたかったんですが、やはり3球を超えないと、3球付近にならないと僕はちょっと力発揮できない体質のような。分母通りの、分母通りの、オッケー、
7500発持って行ってきます。いらっしゃいませ。なあ、よかった、取れた、取れました。ウィン、ウィンが揃ってました。おイエーイ。いやー気持ちいい、いい音。割と細かく出してはいるものの、はい、1回あたりの出玉がなんか師匠ほど出してなくて、はい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 、なのでちょっと伸ばしたいです。おお、びっくりした。そうです、そうだ、やった、素晴らしい、素敵の輪を振るって、レインボーエレファント、ありがとうございます。1万発超えましたかね。いやー、やっぱ早いですね、そこまで行ければ。早いです。うわ、びっくりした。ありがとう。あ、ここでも出るんだ、背中を守るもの。ああ、すごい鳥肌立っちゃった。いい演出。わあ、これ泣きながら打ってる人いてもおかしくないんですよ。まあ、確かに。前回はこの辺で落ちた気がするので、ちょっと踏ん張りどころです。いや、なんか勢い的には全然超えてきそうですね。ああ、増えた。7テンパかっこいいな、やっぱ。よし、自分を超えることができました。おめでとうございます。あ、昨日は出てる。ああ、出た。ああ、昨日はやっぱ強いですね。強いですね。私しばらくからクリサーカス打ちそう。ハマりましたか、改めて。まあ、目的地が分かってた方がやっぱ前に踏み出しやすいというか、イメージしやすい。どうなれば手玉が出るかっていう、そのゴールが分かってると打ちやすいですよね。はい、なんか当たんない台とかって打ってても当たる気がしないんですよね。はいはいはい、それってでも悪循環ですよね。悪循環だと思います。当たるぞって気でいないと。で、まあパチンコもパチスロも圧倒的に通常時やってる方が長いんで、その通常時どういうメンタルモチベーションで向き合えるかって、その楽しさに関わってくると思うんですよ。で、例えば当たってない、まあ、自分が相性が悪いと思ってる台を打ってる時って、なんかどっか後ろ向きっていうか、どうせ当たんねえんだろって、思っちゃいますね。そうなってくると、じゃあ何してんのかな自分っていう風になってきちゃうんで。確かに、なんか前向きに何でも楽しんだ方が、絶対その本来楽しくない時間も楽しいはずなんで。ブロム、ブロム優しくて、ファイトスプー。三井さんもピンチですか。ピンチです。この4匹、おい、頑張れ頑張れ。フラクリマスター、いや、まさにマスターですよ。マスターからの、あ、頑張る。何事もなし、何事もなし。はい、はい、というわけで、はい、いや、まあまあまあ十分楽しめたんじゃないかなと思いますので、うんうん、はい、まあ、実際のさだまとかはこの後エンディングでまた詳しく発表していきましょう。はい、楽しかった。お疲れ様でした。お疲れ様でした。実践終了、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、楽しい一日でしたね。楽しい、上機嫌です。いや、もうそれはそうでしょうよっていう結果が出ておりますので、はい、早速発表させていただきたいと思います。はい、
まず私の方なんですけれども、結構投資が、まあ、そこそこかかりまして、まあ、5016玉使ったんですが、まあ、1回ですね、一撃で1万5、6000発、まあ、出すことができまして、最後ちょっと飲まれちゃったんですけども9349玉、流すことに成功しまして、プラス4333玉でございました。もう大勝利ですね。いやいや、勝たせていただけただけでも本当に楽しかったです。大勝利。ただうちの師匠はちょっと物が違いますよ。とんでもないです、はい。投資が1596玉で、はい、回収が27,881 玉、はい、サダマが 26,285 玉となっております。いや、すごすぎる。さすがです。やった。今のは一体喜びの舞ですか。道喜びの舞も発動しておりますけれども、しばらく打ちますよ私。いや、そうでしょうね。サーカスなんか隣で見てても、はい、もううっとりしてましたもんね。楽しくて、はい、でも上位ラッシュもすごい入りやすいですし、はい、私も当たり前のように通って言ってたんですけど、はい、まあ、50% 当てて取ればっていうルートが見えてて、一瞬で1万発超えてと、うんうん、いうことで、まあ、僕自身も普段パチンコをほとんど打たないじゃないですか、うん、だからやっぱすごいスピード感だなっていうのを感じました、うん、はい、あっという間だなって。本当に即当たりメインのゾーンが本当に気持ちよくて、はいはい、爽快感すごいです、ね、うん、であとはやっぱり演出とかも、うん、僕の感想だとやっぱすごい分かりやすいかなと、うん、なんかごちゃごちゃしてないというか、うんうん、まあ、強いパターンが出てくれたら素直に信じられるし、うん、まあ、それをやっぱカスタムでこう濃度を変えて楽しむっていうのも今回体感して分かりましたし、先読みチャンスで、先読みチャンスで当たりますね、はい、だからやっぱりそういった意味では、すごく分かりやすくて、かつ原作を知ってるとよりやっぱりこう鳥肌立つポイントとかも増えるんで楽しめますね。はい、だからやっぱりこう打つ際皆さんもぜひ楽しんでいただきたいんですけど、うん、まあ、原作を本当読んでいただけると名作なんで、うん、より、はい、楽しみが増えるんじゃないかな、はい、あとやっぱ道一生なんかこうありますか、今後皆様が打つにあたって、はいはい、師匠のような出玉を出すためのこう秘訣というか。そうですね、ホールに嵐さんがいた場合、嵐さんの隣に座るっていうのがやっぱ鉄則ですね。パワースポット理論。パワースポットなんで、そうじゃないと私そんな引きないですもん。いや、そんなことないと思います。本当に、はい、今回すごいありがたいなっていう気持ちと、はい、まあ、あと、まあ、さっきもおっしゃってましたけど、まあ、アニメでもいいのでカラクリサーカスっていうものをちょっと見てから打つと楽しさが全然違うので、はい、うん、原作はぜひというところですか、ね、そうですね、はい、で、まあ、我々あまりの楽しさに、はい、まあ、ご飯も食べずに本当ですよ走り切りましたん で、 本当ですよ。ここはご褒美、はい、しっかりいただかないと。じゃあ今日何食べられるんだろうな、まあ、道坂のねお金でいっぱい今日は新大久保韓国グルメ食べ放題というところで、どんどん図太くなってきますね。本当に頑張ったから私、まあ、まあ何かしらのここおいしいものいっぱいあるゾーンなんで楽しみ、はい、みんなでご飯食べに行きましょう、はい、道さんのお金で、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ご飯代は出していただきますがあとごちそうさまです。師匠、いや今日もいっぱい食わせていただきました、ありがとうございます。乗り食いようだまあまあそんな感じで、はい、いや本当楽しい特別編になったんじゃないかなと思いますので、うん、この特別編の勢いを本編にもしっかり持ち込んで、そうですね、はい、我々本編でも頑張っていきたいと思います。今日ポイントあればよかったのに、まあその分稼ぎましょうこの勢いで、はい、次回わかりました、はい、さあというわけで結構楽しいポイント、あとは演出がどうなったら熱いのかっていうのを皆様にお届けできたんじゃないかなと思いますんで、うん、今回の動画を参考にぜひ皆様もフィーバーからくりサーカス楽しんでみてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。本日の収録店はグランパ大久保店さんでした。よろしければチャンネル登録といいねと通知音をよろしくお願いします。よろしく。